まあ、バンクアウトから依頼があって、で、まあ、もちろんここの場所はよく知ってたんですけど、まあ、建物を含めた全体のなんかこうイメージっていうか、まあ、倉庫でかなりハードな、まあ、空間なもんで、もう結構荒々しいインスタレーションでもいいかなっていう感じはしたんですね。で、まあ、なるべくこの近隣の方から素材材料を集めて、まあ、インスタレーションしようと思って、で、まあ、いろんなところにいろいろ声をかけた時に、まあ、UR の方から、まあ、解体してるっていうことを聞いたもんで、あ、じゃあなんか化学廃材を少しもらおうかっていうことと、まあ、あとやっぱりたまたま池田君の方からここのホール自体がですね、ちょっと消音設備がないもんで、そのことも含めてなんか、まあ、インスタレーションできないかって言われて、じゃあやっぱり、まあ、ここが倉庫だったっていうんで、輸送用のパレットかなんかを少し大量に集められたらっていうことから、まあ、始まったんですね。で、まあ、そこからこの場所と、まあ、そのパレットと、あるいは窓枠とか、まあ、いろいろ化学廃材を使ってで、まあ、全体にちょっと構成してみようかっていうのが、まあ、最初の、まあ、アイデアで、やっぱりもともとバンクアウト の、 そのリノベーションっていうのは、まあ、非常に興味があったもんで、ここをぜひともなんか展開していきたいと思ったんですね。まあ、2005年に横浜トレーナーのディレクターやらせてもらって、まあ、1年間ずっと横浜に通ってたんですけど、まあ、横浜の街自体に対する、まあ、ある種のこう思いっていうか、まあ、ここはやっぱりすごく文化資源というか、その建物も含めて街も含めてですね、いろんな、なんか可能性があるなと思ってたんですね。ただやっぱりトレーナーの時はやっぱりディレクターでやってたもんで、まあ、作家というよりはもうディレクションの方がまあ大変だったもんで、で、できる、もし作家として作品を作るんであれば、ちょっと時間を置いてからやりたいなとは思ってたんですね。まあ、それがちょうど、まあ、今年あたり池田君がどうでしょうかっていう話になったもんで、じゃあ、まあ、もうかれこれ7年7年8年ぐらいに経つもんで、じゃあ作家としてとにかく作品を、じゃあ今回横浜で紹介したいなと思って、で、ただ引き続きすごく以前のサポーターの人たちとかなんかが協力的でよく覚えててくれましてですね、今回も随分協力してもらいましたし、まあ、そういった意味で言えば2005年にディレクションやってよかったなと思うし、そのことのつながりでもってやっぱり今回もやってるかなっていう、まあ、2005年の時も実は倉庫で、まあ、実際やってたんですね。だから倉庫で何かをこうインスタレーションする、あるいは会場設営するっていうのは割とこうあの時ずいぶんまあいろいろ考えたりしたもんで、そういう意味で言えばそれも下地になっているということは確かにありますね。そういった意味でバンクアートの、まあ、ある種のこう場所の可能性みたいな、あるいはこの地域含めたですね、なんかこの場所のなんかこう可能性みたいなものをこう同時に考えていきたいなと思ったんですね。